始まりました、もちつチャンネルです。今回はですね、TOEFL について、話していこうかなと思うんですけども、まあ、TOEFL だんだん変わってきてですね、マイベストスコアシステムみたいなのがですね、マイベストスコアとかっていうのがですね、新たに導入されるので、その辺のことを話してみようかなと思います。で、今日今ですね、受けてきたばっかりなんですけども、まあ、久しぶりで疲れましたけども、なるほどねってですね、やはりちょっとレベルが上がってるなっていうのが印象ですね。リーディングが変わってないかなと思いました。そんなにレベルが一番意外といえば意外ですよね。なんかリーディングできるようになってくる人多そうじゃないですか。だからこうリーディングが難しくなるっていうのがあるとは思うんですけど、まあ多少こういう問題とか難しくはなってるんですけど、なんか頭打ち感がありますね。まあ確かに選択肢かなり微妙なのも用意されてましたけど、今回は10分余りましたね、初めてかな10分余るのは。なのでかなり見直しもできてですね、まあ自信満々かなっていうかですね。それに対してまあリスニングがやっぱり相当レベルが上がってますね。一番自分自身、リスニングが簡単だと思ってたんですよ。満点取った回数も圧倒的に多いんですよ。あ、言っておきましょうか、最初に。あれですね、リーディングは3回満点取ったことがありますね。それに対してリスニングは6回取ってるんですよ。でもですね、最近は取れないですね。むずい。今日受けたやつもですね、もうかなり内容分かって、もうバッチリで読んでて、ああ、はいはいはい、ここがこう聞かれるだろうな、とかってやって、出たところが全く問われなくて、全然関係ないどうでもいいような内容がですね、すごい細かいのが聞かれたりしてたんで、うわーと思いましたね。いやーで1個は多分ダミーって言って採点されない問題が入ってたんですけど、それが多分まあ、ナレーターで分かっちゃうんですよ。これがおそらくダミーだなっていうのが、古い問題だなっていうのが分かるんですけど、それと比べてもはるかに難しかったですね。2セット目にやってきたやつがめちゃくちゃ難かったですね。そのダミーと1セット目のやつは絶対指紋も間違ってない自信がありますけど、2セット目にやってきたやつがめちゃくちゃ細かいとこ聞いてきてですね、ちょっとかなり厄介でしたね。で、スピーキングですね。スピーキング、もうレベルが合ってますね。やっぱなかなか取らせない。今回インディペンデントで優しかったな。まあよくあるパターンだったんですけど、昔はね、2択 A と B どっちがいいですかとかですね、それに賛成ですか反対ですかっていうのが多いんですけど、最近3つなんですよね。3つのうちどれが一番いいですかとかっていうのと、ね、あとはライティングにも言えるんですけど、設問がめっちゃ長い。なんてこんなに長く読ませるんだっていうやつですね。で、今回3択と2つ目の問題の設問がめっちゃ長かったんですよ。これは多分読み間違ってる人がいっぱいいると思いますね。だから喋ってる時に逆で喋っちゃう、 agree と disagree を逆で喋っちゃう人がですね、読み間違えてたくさん出るだろうなと思いましたね。ちょっとひどい問題でしたね。で、まあその他のやつも随分変わってるところがありましたね。なんかこんなパターンも出んだなと思いましたね。一番簡単なのが5番目の問題なんですけど、ですね、大体何かしらの問題があって、で、それにソリューションズが2つですね、解決策が2つ述べられて、で、そのどっちがいいかっていうのを答えるんですけど、このソリューションズがね、難しくなってます。昔はもうパターン決まってて楽勝だったんですけど、はいはいはい、こういうなんかスケジュールコンフリクトがあってですね、かぶっちゃったスケジュールがどうしようとかですね、こうしなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうのでお決まりだったのが、最近ですね、ソリューションズが、ずいぶんリスニングの後の方に出てくるんですよ。なんで、その、かなりですね、自分のこう来るだろうなと思ってたのと違う話の展開っていうのが多くなってますね。それをまとめるのが結構大変ですね。はい。っていうのがありました。全体的に難しかったかな。でもまあ、なんていうか、かもなく不可もなくでした。自分の感想では。リスニング、やっぱスピーキングがね、なかなか満点ね、取れないんでね、29は取ったことあるんですけどですね。はい、そしてライティングですね。まあ、いつも通りかなっていう感じ。ちょこっと難しいかなと思いましたけど、ですね、インディペンデントはちょっとトピックとかも難しいかなと思いますね。で、ライティングは今まで2回満点も取ってますね。で、2回ともやっぱり、インディペンデントが書きやすかったやつですね。自分にすごく関わりがあるようなものですね。で、TOEFL っていうのは、こういう風にですね、ライティングは今日できた。スピーキングは今日できたけど、リスニングだなとかね、ですね、ライディングバッチリだったのになとかっていうのがあるわけですよ。この最大瞬間風速とかってよく言ったりするんですけど、それを
ですね、同時に持ってこなきゃいけないっていうんです。でこれめっちゃ大変なわけですよ、当然ながらですね。4つの技能で全部同じベストをですね出すっていうのはめちゃくちゃ大変なわけですよ。だからほんと苦労する、問題によっても全然違うしですね。でだから同じような力を測れるとかっていう嘘を言ってますけど、 ETS 側ですね、問題作成者側は言ってるんですけど、やっぱり回によって全然違うわけですよ、出てくる点数で。そこで新たに出てきたのがですね、このバイペススコアとかっていうですね、新たなシステムなんですよ。でこれが、今年ですね、ついに導入されるわけなんですけど、ここ2年間ですね、トフルっていうのは2年間スコアが有効なわけです。でその2年間の中での各ベストっていうですね、ベストスコアっていうものを表示して提出ができるようになるっていうわけですね。でまあこれはその大学側がどれを受け、そのシステムを受け入れるかどうかによるんですけど、まあ受け入れてくれればですね、非常にありがたいですよね。いわゆるつまりどういうことかっていうとですね、だから各ですね、回の試験2年間分のやつで、僕だったらまあ114とか113、112とかっていうのがあるわけですよ、この2年間でですね。で、でもそのベストのものでですね、こうまとめた場合にどうなるかっていうと、また変わるわけですね、全然当たり前ですけど。例えば、my best score っていうので、僕のこのやつを編纂した場合ですね、最初はどれだろう、これかな、ジューンだな、多分ね。はい、2018年のですね、リーディングは2018年の6月18日のもので満点、うん、で同じくリスニングは6月18日のもので29点ですね。でライティングは同じくその時の20、あ、ライティングじゃない、スピーキングか。スピーキングはその時の28点。もしくは、まあ、18年の9月に受けた時の28点。で、そして、ライティングに関しては、2017年の11月に受けた30点。っていう風にすれば、ですね、30点、29点、28点、30点になるので、117点になるわけですね、ベストスコアっていうのがですね。こういう風に、過去2年の中で、一番良かったものを集めて、ベストスコアっていうものを、ね、出せるっていうシステムです。まあ、これができるようになったら、ちょっと満点目指しがあるかな、ですね。マイベストスコアで満点してくれるんだったら、ですね、ちょっと頑張ろうかなって思いますね。ライティングとスピーキングは、特に何の対策もしていってないので、最近はもうただただ受けてですね、いろいろチェックしてるだけなので、ちょっと本気で最大瞬間風速をですね、各回に出すために、死ぬ気で、やろうかなと、ちょっと思いますね。だからもう満点を、あ、でもそっか、スピーキングだけ出しゃいいんですよね。でも17年のノーベンバーだから急がなきゃいけないですね、ライティングは。ね、あ、リスニングも出さなきゃいけないんだ。いえ、そっか。でも過去に6回も出してるのに、うん、ここ2年は出ないですね、めっちゃむずい。だからそうですね、ここそうか、このノーベンバーまでに最大瞬間風速をですね、11月までにか、はい、スピーキングとリスニングちょっと出そうかなとですね、頑張ってみたいかなと思っていますね。はい、まあいろいろと変わってまして面白かったですよ、テストのやつね。あのシステムも変わってましたから、今までの古臭いボロボロのシステムじゃなくてですね、この全体のやつが綺麗になってましたので、クリックするやつとかも多分まあフリーズとかもしにくくなっているんだと思いますですね。今までなんかこのオートテストとかっていうのもね、非常にうざったい、この I live in Tokyo, I live in Tokyo とかっていうのみんなが言っててですね、しばらくしたらはい、サクセスフォーリーできましたっていうのが出てたのが、今音どれぐらいですよっていうこのメーター表示されますんで、ですね、これぐらいでいいですみたいなのが出るので、だから楽になりましたね。目で見れるようになったの ですね、機械がですね、ちゃんと動いてなかったら自分で確認できる。今までは機械がなんかしょぼくて、でうまく読み取れなくて待ってなきゃいけなかったとかあったんで、すごくその辺も良くなりましたね。はい。でまあこんな感じでですね、いろいろと変わっていく感じだと思いますね。まあどうなのか分かりませんが、まあ、引き続き自分自身は受験していってですね、まあ本も出ますので今年ですね、ぜひぜひそちらも見ていただければなと思います。はい、ぜひご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.